灰魚に食べに行かってます。おいしい。わー、人生で初めて幸せを感じる感じ。いただきます。はい、灰魚で灰魚にいただきながらシャンパンを飲みます。幸せです。トラガニを厳選されてブランドを作られてる、うん、中水産の三鶴社長と奥様です。奥様はなんと小学校の先輩でした。すごい、すごい、すごい、まだ生きてる。ありがとうございます。おお、何ですかこれ。カニの宙吊りっていうんですか。あ、ウニ乗ってる。あんかけ輝いてますね。生のカニです。引けなかったのそのやっぱ違うんです。あ、え、引っ張ってください。そのグミを。うわすごい。これが生きてるでしょうか。吸い付いてる感じ。吸い付いてる。生きてるんですね、これ。じゃあ引っ張ってるのは全然問題ないですよ。すごい、ちぎれることは。でも力強い。すごい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 。引っ張ってください、最後。なんか収縮してる感じがすごい。ギュッと筋肉感。へぇ、ギュッとちぎれることはないです。最後怖いです。怖い。おぉ、はい、ありがとうございます。すごい生きてる。なんかまっすぐになろうとしてくるんだけど、このカニの繊維が全部殻にくっついてるんですよ。動いてる。おお、あのゆでガニのやつで、この白いのこれ心臓。心臓食べます。いつもいただきました。元気になるね。やります。これも美味しそう。焼いてるのかな。ほかほかして湯気出てる。美味しい。幸せ。なんか海鮮の美味しいのと幸せやね。でもこのなんか食べ方、うん、食べ方違いますよね。なんか定番ではないっていうか、知ってる人が知ってる食べ方じゃないですか。うん、ありがとうございます。見てこの香ってください。めっちゃいいね。はい、いいですね。もうこれもカニと同様で別物ですね。でこれをナマコ、赤ナマコをあの刻んで、でそれ海苔と大根おろしともう酢でこう和えた。めちゃくちゃうまい。ここで出てくるワードもマジで好きなものしか出てくる。おいしい。味噌を絡めていただきます。この映像カニ好きの人にはもうたまらへん映像だろうな。どっちから行くのがいい。どっちにも。あ、違う。一口で、はい、一口で。いただきます。うん、なんこれ。美味しい。なんこれ。こっちがしていいのかな。こうですかね。そうですね。はい、いただきます。いただきます。おいしいわ。カニを縦にこうやって細く持ってました。そうするとカニの身が、カニ使いはどうだ。カニ使い、こうですね。縦にこうやって持ってありました。こうですね、正解は。いきます。おいしい。じゃあ私もトラガニ、トラガニめ。おいしい。なんか大将がいい感じですね。なんか大将のキャラが。今人生で初めて一番高い橋ですよ、それ。そうですね。コーラ崎来ました。これはほかほかです。やばいやつですね。やばいやつです。今までで一番美味しいです。明日から育児頑張れます。今興奮、子
古代古墳群にやってきました。すごい景色が広がってます。今日は雪が降ってるから気をつけないと溶けちゃう。こっちではたまに降るそうですが、たまたま来た日がピークで降ったそうで、うわー、映画の世界ですね。あそこに見える、うん、あれ大きい方が聖徳太子のお母さん、ああ、小さいのが聖徳太子、お母さんがここに滞在されたっていうことで、はい、滞在だった。あ、そうや、あ、昨日言ってありましたね。かっこいい。あとこの雪が降った後の景色が綺麗な。これがもう古墳群なんですか？あ、海。うん、すごい。綺麗ですね。あー、波の音いいね。この辺は実は私が小学校1年生まで、幼稚園ぐらいから1年生まで住んだことがあるところの近くなんですけど、記憶をたどって今、でもここ来たことあったのかな、分からへんけど、なんとなく見たことあるような景色もあるような気がします。いや、すごい、ここかっこいい。山にこう雲と雪がうっすらある感じがすごい綺麗です。粉砂糖降ったみたいな感じで、バイバイ、また来るよ故郷。女子旅するときは